千歳駅は北海道千歳市千代田町7丁目にある北海道旅客鉄道千歳線の駅。駅番号は H13、電報略号は千世。事務官コードは13万1408。千歳市の代表駅、快速、エアポート、特急、スズランが停車する。その他の特別快速列車、 特急列車は当駅には停車しないが、2019年3月16日のダイヤ改正でスーパー北斗23号のみ停車するようになった。それ以外の列車に関しては、一駅隣の南千歳駅で乗り換えとなる。上り普通列車は当駅終着となるものが多く、終電など一部列車を除いて下りへ折り返しとなる。ただし終電も回送列車として、 札幌方面まで改装となる、赤昇線直通の普通列車も発着を行っている。輸送量の増大と当駅の耐震基準が1970年以前と古い適用基準であるため、高架橋の耐震補強が必要と判断され、工事を実施中。1976年の地上駅時代最後の頃の、首都西駅と周囲約 1km 範囲、右下が、 苫小コ方面。単式、島式の複合ホームに面参線、石炭が望みされた駅裏ヤード側に3本の留置線、駅舎横の札幌方面の貨物ホームに2本の引っ込み線、そのさらに札幌方面のヤードに斜めに1本の引っ込み線を有している。裏南端には転車台が残されている。かつての営林所著木場は、 写真左隅上方の国道の下に広がる空き地にあって、校内端近くより90度近い円を描いて、専用線が敷かれていた。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1976年の地歳駅の南にあった軍用引き込み線と、周囲約1キロメートル範囲。右下が、本線とマコマイ方面。 右方向へ、旧海軍地と世代2飛行場、左方向へ、旧海軍地と世代1飛行場が向かっていた。いずれも、戦後一旦廃止されたが GHQ により、再布設され、後に自衛隊が利用していた。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成し式ホームに面に四線を有する高架駅。 南千歳駅を過ぎてから当駅を挟み、町都駅手前までの区間が高架化されている。外側線が本線である。なお、構内の本線にも、速度制限が設けられている。ホームは3階にあり、駅施設は1階に位置する。これは当時建設中であった東北新幹線、上越新幹線駅舎の施策として、新幹線規格で建設したものであり、 積雪寒冷地に建設される3階にホームを2階にはコンコースを設けた終日社員配置駅1階南口には緑の窓口自動券売機指定席券売機自動改札機エレベーターエースカレーター設置2階北口には自動券売機話せる券売機自動改札機設置駅舎には北海道キヨスク運営のコンビニエンスストアがある 2019年度の1日平均乗車人員は9075人である。JR 北海道内の駅別乗車人員で7番目に多い駅となっている。近年の乗車人員の推移は以下の通りである。なお、2011年度から2015年度は年間2016年度以降は1日平均の乗車人員データである。ペウレ、トセ駅大通西口は 青葉公園、千歳第一病院、千歳市役所、千歳市消防本部、消防署、千歳警察署、東口は、青空公園、道の駅サーモンパーク千歳、先のふるさと千歳水族館への最寄り口になっている。ありがとうございます。